やっと安心。宇宙旅行は NHK 教育テレビで1996年から1998年にかけて放送された日本のテレビアニメ作品およびこれを原作とした漫画作品である NHK オリジナルアニメ第3作。外宇宙に進出した人類は宇宙各地の惑星をリゾート地として開発、誰でも手軽に 宇宙旅行ができる時代が訪れていた。宇宙歴5808年、行方不明の父親を探すために、小さな宇宙旅行会社、ヤットのツアーに参加した星、渡り五郎は、ツアーの最中に誤って、宇宙船を壊してしまう。五郎は、宇宙船の弁済のためにヤットの一員として、ただ働きをしながら、父親探しの旅をすることになる。最初は、 涙ありはあらやりのコミカルなギャグアニメとなっているが、物語が進むにつれて、桂の謎や、次元トンネルにゴロの父親が関わっていることが、判明していく。特に42話以降は、今までの基本であった1話完結方式ではなく、連続ストーリーアニメとなり、これまでの謎が明かされるとともに、次から次へと起こる事件に立ち向かっていくやっと、 メンバーとその仲間たちの姿が描かれる。この作品の裏にあったテーマは、親子の愛情であり、ゴロウと、大悟、山本とカツラ、金屋とアンなど、主要キャラの親子関係が、物語の重要な部分に多く関わっていた。マザー次元トンネルの暴走事故から、半年、母性に帰った、天上院カツラが戻ってきたことを聞いたやっとの、メンバーは、急いでその宇宙船へ向かう。 しかし、感動の再会を果たしたのもつかの間、激しい揺れに襲われ、気がついた時には見たことのない宇宙に到着していた。そこで、ノート博士と名乗る老人と、マロンと名乗る少女に出会う。彼らは、宇宙征服を企む組織、ガノン帝国に能力を狙われていた。そしてノート博士は帝国に囚われ、山本社長は、 敵の首領が脳に洗脳されてその手先となり、リーダーを失った、ゴロウたちは自分たちの力だけで苦難の旅を続ける。第一期と同様に一話完結のコミカルなギャグアニメで、様々な惑星を訪れるという点は同じである。今作は、悪の組織と戦うといった、アクションシーンが、主体の完全超悪のヒーローもののような話が多く、伏線を散りばめて、 多くの人間模様を描いた前作とは、作品の方向性が異なっている。親子愛がテーマだった第1期に対し、今作では親離れ、子離れをテーマとしている。第2期の話数が、第1期の半分の全25話に止まっているが、当初の予定通りである。原案者の西川真嗣によりコミカライズ。NHK 出版より、全6巻刊行。続編として、 深夜と安心。宇宙旅行及び番外編として過去編、未来編及び総集編が刊行されている。番外編、総集編にはアニメ版の設定資料やスタッフインタビューなども多数載っており、アニメ版の公式ファンブックとも取れる構成である。また、河本雄太郎により、エニックス月刊少年ギャグを1997年1月号から9月号にいて、 連載された作品も存在する。ギャグオコミックスとして、全一巻。宇宙歴5798年10月から1年間放送されたと、される、テレビアニメ。本編のセルフパロディであり、原案、原作の西川真嗣の手によって、設定だけが作られた。漫画版、やっと安心。宇宙旅行スペシャル過去編において、幼年期の五郎が、 もう見ているシーンが数コマ掲載されているだけであり、実際に公式のアニメや漫画作品が存在するわけではない。発売元はいずれもソニーミュージックエンタテインメント。現在は全館廃盤となっている。現在はトラベルパックトラベルパックに共に廃盤となっている。2021年現在 DVD 版、ブルーレイ版はリリースされていない。 1997年3月29日に放送された第1期第25話幻の親父を見た20人以上が体に異常を訴えて病院に運ばれる事態が発生したこの事故から約9ヶ月後に起きることになるポケットモンスターでのポケモンショックと同じく数秒間の点滅映像があったためと考えられる当初は NHK 側でも原因がわからず、またポケモンに比べて被害者も少なかったため大きな騒ぎには至らなかった。ポケモンショックが発生した後同じ原因であると判明したため、レンタルビデオ店などから第25話の含まれているビデオを回収し、問題のシーンに透め処理を施して差し替えた。ありがとうございます。